千葉とか、うんうんうん、その辺りで決め台詞とか、あ、そうかそうか、募集したもんね。僕 OK だとか言わないといけないですか。そうですね。ありえないキャスティングだけど、めちゃ面白くもできると思うんですよ。素敵な作品ができるように、もう全力で頑張らさせていただきます。嬉しいです。脚本会議。はい、皆さんこんにちは、井上正弘です。そして田口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は視聴者さんからいただいた脚本案もプラスして、このワンクール12話をどのような構成で作っていくかということを、はい、話し合えればなと思っております。はい、でいろんな意見、いろんな脚本、ね、むしろ12話バンと送ってきてくれた人もいます。すごいよね、はい、すごい方がいる中で、まあ、どれを採用していくか。僕たちの方で転生するとか、はい、ヒロインを、まあ、殺害してっていう、うん、それはもう決めさせていただいてるから、うん、ちょっとそれに大きく外れてるものとか ね、ちょっと採用できなかったんだけども、はい、ただアイディアはもう本当素晴らしいものばっかりだったので、そうなんだよね、びっくりしましたね、うん、毎回いろんなところに行くので、うん、この話だったら盛り込めるんじゃないかなっていうのはいくつかあったんで、はい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 、それを盛り込んで、なるほど、いければいいんじゃないかなと。ピンときたのは、はい、マー君がいつもかっこいい、うん、強い、はい、じゃなくて弱いとか泣くとか笑うみたいのが見たいみたいなアイデアがポンってあって、うん、あ、それ、なるほど、それ僕もだなって。マジっすか。うん、その役者さんとしてそんだけ幅があるわけだし、そういうヒーローがいてもいいのかなっていうのもあったんで、ちょっとそういうのはね使ってみたいなと思った、ね、うん、なるほどね。8話とか、うんうんうん、そのあたりであれこんな感じなのこの人っていうのをちょっと入れていって深みが出せればいいかな。マークはやっぱかっこいい役やってほしいんで、うん、でもその中の1話、うん、ちょっとそういう弱い面が見えたりするっていうのはいいのかなって思って、はいはいはい、うん、なるほど、なんだろう、感情移入できるキャラクターになるかもしれないなってちょっと思って、うん、ガルフガリア、あ、ガルフガリア、なんか挑戦してきたじゃない。してきましたね。で、ダメだったんだよね。僕が勝負に勝って、うん、まあ一応阻止はしましたけど、そうか、結構ね、意見として彼らを使ってガルフガリアを出てほしい、欲しいとか、こういう感じで絡むのはどうかみたいなアイデアも来てて、これガルフガリアの差し金とかじゃないですか。悪の秘密結社ですよ。本当だよ。なんか差し金いるんじゃないですか。どんな使い方されたんですか。彼はほら、あれが素顔じゃない。あ、まあそうですね。だから変身体とかじゃなくてあれで存在してるっていう、多分ご当地ヒーローとかもそうなんですけど、存在してるんですっていう系が多いんで、そういうのがたくさんいる世界に行くみたいな、うん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 、ちょっと異形な、そう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 、人間じゃない、そうそう、物の世界はどうかみたいなのが書いてあって、あ、それは面白いなと思って、あ、なるほど、でポンとマー君とヒロインだけ人間でそこにいるっていうのは割と殺伐としてるとこがあるじゃない。え、どういうことですか。ドラマの中、あ、なるほど。プロット上なんかそんな感じですよね。なんかすごく、そうでしょ、コミカルな要素も入ったりする。それはありっちゃありかな。それ何話ぐらいに盛り込もうと考えてます。これに関しては最後の方に持ってきちゃうと、うん、急な感じがするから、やっぱり間違いないですよね、うん、いろんな世界を行ってるよっていうことで、割と最初のうちの巻きの方に、え、やだ、なんか最後の方にガルフとガリア出てきたら、なんか入れられたらすごい嫌だ。なんかいいかな、僕 OK だとか言わないといけないですか。そうだね、出てくださいって言わなきゃいけない、ね、あの2人 OK とかなるのがやだー。決め台詞とか、あ、そうか、募集したもんね。あれが多いね、やっぱり通りすがりのだみたいな通りすがりのなんとかでは違うでしょという、その今回の場合はちょっとそういうヒーローでもないかな、見栄を切って変身して名乗っていくぞっていうのパターンではないので、うん、なるほど、ちょっとそのパターンは使いにくいかな、はいはい、あと大体分かったとかもありますけど、そう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 、大体分かったどうですか。あれはでもさ、はい、なんだろう、決め台詞ではないよね、口癖だもんね彼。そうなんですよね、田口さん的にこの決め台詞って、うんで、うん、やっぱありなんですか脚本的に。ありだとは思うのね、うん、で仮面ライダーのようなヒーローだったり、はい、その本当に悪いやつに向かって
一つくれてやるっていうのは、うん、戦隊ものもなんとか戦隊って俺たちはこうだぞ行くぞっていうこう力をためるみたいな感じがあって、はいはい、それはありなんだけど作っちゃうとそれを言わせなきゃいけない風に話の運びが、なるほど、持ってかなきゃいけない。前はなんか大喜利みたいになっちゃうんですねそう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 、こうなんかじゃあ例えばね、うん、ごちそうさまだったら、うんうんうん、こうそういうシチュエーションを作んなきゃいけない。こういうシチュエーションこう来てこことか、そうそうそう、なんかこう来てこことか、なんか結構これをなんかこうここのために言ってるみたいな感じに、そうそう、あのなっちゃうんですね。待ってましたの感もあるとは思うんだけど、うんうん、無理やり言わせることになるのはちょっとガロで言うとあの手下のホラーを、うん、召喚して、うん、道外竜が倒してこい、まあいい戦いはするけれども、倒せませんでした、はい、その手下のホラー食べますごちそうさまみたいな、そういうことじゃないもうこのパターンがまず1個パターンですよね、うんうん、残りなんだろうってなっちゃいますね、ほんとね。前は出さなくてももう1回とか、うんうんうん、2回とか、そうそうそう、そのぐらいなレベルってことですね。そうだね、まあ持論でしかないんだけど、うん、かっこいいことを書いてあって、うん、言わせればかっこいいのかっていうのもあるじゃない、うん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 、それは演出だったり、うん、音楽だったり、うん、演技だったりっていうのが相まってかっこよく見えてる、名台詞に聞こえたりかっこよく見えたりしてるんで、うん、意外とねあの作り込んだ言葉じゃなくて、うん、さようならとか、あ、ありがとう、さようならありがとう、うん、あ、おやすみとか、おやすみいいじゃないですか、おやすみ、なんか今回のこの、そうだね、使いどころがあるよね、うん、ちょっとありますね、わざわざこれ作んなくていいですよねそうそうそう、使いどころが、使いどころが、うん、ある。あ、ちなみに、うんうん、ちなみに大輔がその一言系で、うんうん、もしもしっていうのを挙げてるんですけど、もしもし、もしもしってことですか。スマホを使うヒーローだからってことなのか。あ、そうです、もしもし、決め台詞、もしもし、決め台詞なの、決め台詞いつ言うんだろうね敵が現れたらもしもし、もしもしって言いながらこう気づいた、誰かに電話してんじゃないの、あの人はあのそれ真面目に考えてるとかね、考えてないですね考えられる人と考えられない人っているんで、やっぱね、あのやっぱ得て増えてはありますね。はい、ということで脚本会議だったんですけれども、はいはい、構成案がこれで出せたということで、うん、これから一文字一文字田口さんの方に書いていただきます、はい、結構採用枠ありましたね。そうだね、みんな本当にちゃんと考えてるねと思って、もしかしたら今までご自分の中にあったこういうヒーローのアイデアとかっていうのもあったのかもしれないけど、このために考えてくれた人もいると思うし、僕ら全部目通させてもらって刺激になったりね、血肉になったことは間違いないんでね、はい、応募してくれた方々ね、中にはすごい熱量でね、やっていただいてるので、どっか出したらいいのになっていうぐらいのね、もうその方にはちょっと僕らが再現するっていうよりも、うん、もう自ら撮ってくださいっていう、いや、ほんと割と完成度の高いやつね、多かったね。もはやこの人は、うん、田口さんすらなしでやってほしい。本当だよね本当に自分でいけるんじゃないかっていうね、うん、採用されなかったからといって、これね役者のオーディションと一緒なんですけど、採用されなかった、受かんなかったといってやっぱね、その人がダメだったってわけじゃないんですよ。ああ、そうだね、本当に僕らに合う今これがいいんじゃないかってものを、まあ、採用させてもらって、こう脚本作りやらせていただいたんで、このドラマを楽しみにしていただければなと思います、はい、この皆さんからの意見とかがこの脚本にこう載せて、よりなんか深い作品がすごいできそうで、数多くの都合を本当にありがとうございます、うん、ね、本当にありがとうございます、うん、以上、脚本会議でした。頑張るぞこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。